市内の牧に大型コンビネーション遊具を整備したファミリーパーク遊び場が完成し、オープニングセレモニーが行われました。この内の牧における遊び場無事完成をしたことは本当に喜ばしいことであります。オープニングセレモニーでは阿蘇佐藤市長が阿蘇内の牧が活発な活動をしていくための拠点としての役割を果たし、地域住民の交流促進の場として未来を担う子どもたちの笑顔や看護の声が絶えない場所となってくれると思いますと挨拶をし、感謝状贈呈や記念品贈呈が行われ、合わせて漫画家の川崎昇さんがデザインをした阿蘇市のキャラクターが披露されました。テープカットとともにバルーンリリースで遊び場がオープンし、大型遊具での初滑りセレモニーが行われました。大型コンビネーション遊具は阿蘇五角や米塚、内の牧をイメージしたデザインで、単に子どもが遊ぶためだけの遊具ではなく、内の牧のシンボル的な存在として阿蘇五角に負けないインパクトのあるデザインとなっています。遊具の周りには安全に遊ぶことができるようにとゴムチップマットが敷設してあったり、休憩施設や多目的トイレや内の牧商店街の案内などもあり、利便性を考えてある施設となっています。